船木正和です。今回も質問フォームになります。ブルース・リーについて質問です。船木さんが以前テレビのインタビューで答えていましたが、海外遠征中にブルース・リーのような肉体を作るためにステロイド使用の実体験を話されていたのを記憶しています。ブルース・リーのような肉体を作るために筋肉を鍛えてしまうと、ストイックな体とはかけ離れてしまい、筋肉もりもりの体になってしまうのではないのでしょうか。逆に体を鍛えないと引き締まった肉体は出来上がらないと思います。一体ブルース・リーはどのようにしてあの体を作り上げたのか不思議で仕方がありません。船木さんの見解をお聞かせくださいという質問が来ました。ステロイド、海外遠征中にそのブルース・リーのような肉体を作るためにステロイドを使用した、という話はですね、テレビでは言ってないと思うんですね。ので、この YouTube か、あとはですね、ブルース・リーのような肉体を作るために筋肉を鍛えてしまうと、ストイックな体とはかけ離れてしまい、筋肉もりもりの体になってしまう。これはどうですかね。ちょっとこの後話したいと思うんですけども、ストイックという点では禁欲的っていうことですかね。訳すとブルース・リーほど禁欲的な人はいなかったんじゃないかなっていうぐらい、真面目にですね体作りをしていたと思いますので、逆に体を鍛えないと引き締まった肉体は出来上がらないと思います。これは確かですね。鍛えないと、体は引き締まりませんので、最終そのブルース・リーはどのようにしてあの体を作り上げたのかということですね。それに対しての自分の、意見ですねをちょっとこう、言ってみたいと思います。ブルース・リーさんについては結構前にももう何回かこのチャンネルでも出てきますので、ブルース・リーさん、今回はリーさんですね、リーさんと言わせてもらいます。リーさんはすごくやっぱりその自分にその影響を与えてくれた人なので、本当何回でもですね、言えますね。何回でもお話できますので、もう一回その言ってみたいと思います。ブルース・リーさんの肉体はどのようにしてあの体を作り上げたのかということですね。ブルース・リーさん。リーさんですね、自分が幼稚園の頃だったと思います。1973年、数えてみたら4歳ですね。4歳なので幼稚園の頃に父親にですね映画館に連れて行ってもらいました。初めてです。その時に見たのがリーさんの、モーヨドラゴンですね。初めてその日本に来たリーさんの映画です。1973年なんですけども、実はその時はですねすでにそのリーさん亡くなっていました。で、それまでもですね街を歩くと、そのリーさんの「モヨドラゴン」のポスターがですねこう貼ってありまして、前にはリーさんの回でもお話ししたんですけども、初めてですね裸の男の人が黒い2本の棒をですねこう持って、で下は黒いズボンですね、タイツのような、で横には鉄の爪の、おじさんがこういたりとかですね、空手着を着てる、ローパーとか、あとはウィリアムスですねなんかのこう写真があって、すごく不思議な、これ何なんだろうと、映画という存在を知りませんでしたので、いつも言ってるんですけど、何なんだろうこれは、何のポスターなんだろうって、いろいろなこう言葉書いてあるんですけども、まだ小さいのであんまりその漢字とかも分かりませんので、とにかくそのブルース・リーさんのこういう裸で黒い2本の棒を持って、真ん中にはこう鎖がついて、これ何なんだろうこれは、何なんだろう、後にそのヌンチャクというふうに分かるんですけども、とにかくその不思議だらけのですねポスターでありました。モヨドラゴンですね、上半身裸っていうのがちょっとこう衝撃的で、なんでこの人は裸なんだろうと本当に悪いんですけども、ちょっとこう病院から
頭がおかしくなってですね、病院から抜け出してしまった人に見えてしまった最初はですけど、まあ、それでその映画を見てですね、まあ、実際にその動くブルース・リーさんを見て、あ、これはあのポスターの映画なんだと、まあ、映画と分かんない、ポスターの映像なんだと。で当時はその映画がその作り物だとは知らなくてですね、まあ、ドキュメンタリーだと思って見てましたので、まあ、本当怖くて怖くてですね、まあ、鉄の爪と裸のリーさんがこう戦って、それでこうだんだんこう血が流れてしまうという、途中最後まで見ていられませんでした。ただまあ、その鉄の爪にですね、まあ、後にその親父から聞いたんですけども、その勝ったと、まあ、どうやって勝ったかっていうのは教えてもらえなくて、その数年後のそのロードショーですね、テレビで見るロードショーで初めて知ったんですが、まあ、そのぐらいから、そのブルース・リーさんにですね興味を持ったというか、その強さですね、その強さに対してのその興味を、持ち始めたと思います。あとはそのヌンチャクのですね、その黒い日本の謎の棒 の、 種明かしも見ましたし、ヌンチャクだと戦う武器、そうやってですね、まあ、格闘をすることにだんだんこう目覚めていった、まあ、そのきっかけを作ってくれた人ですね、ブルース・リーさん。格闘、ブルース・リーさんは格闘が強いと、まあ、映画の中でこう強い。で、筋肉ですね、筋肉があるので強いと、筋肉イコール強さっていうふうにこう自分はこう勘違いをしてですね、まあ、もちろん筋肉必要なんですけども、実際にその、殴ったり蹴ったりとか、そういうトレーニング技を知らなければ実際にその強くないというのは、そのもっと後に、でもその頃はまだ小学生ですから、筋肉さえつければいくらでもこう何かこうパンチとかキックとかですね、ボン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 勝手に出るもんだと、そういうふうに勘違いして、とにかくその筋肉ですね、生まれて初めてその憧れました。自分もこういうふうになりたいと。筋肉をつければ強くなれる。そうですね、まあ、筋肉を鍛えれば勝手にその戦いもですね強くなる、もう勘違いして、まあ、鍛え始めたんですけど、まあ、その自分の、まあ、今までですね、まあ、10歳ぐらいですか、40年ぐらいですかね、ずっと続けているその体を鍛えるということですね、それをきっかけを作ってくれた人ですね、ブルース・リーさん、自分のルーツです。次ですね、海外遠征中にブルース・リーさんのような体にするためにステロイドですね、筋肉増強剤を使用したという、そのテレビでそう言ってた、これもちょっとこう間違いというかですね、ステロイドを使ったのはブルース・リーさんのような体になるためではなくて、海外遠征でですね、自分がその変身して帰ってきて、大体その皆さんプロレスラー若手からその海外に出て、で帰って1年2年して帰ってきた時にはちょっとこう体が大きくなってですね、こう別人になってその変身をして帰ってくると、まあ、それが定番の、まあ、若手の武者修行、そういう感じで、まあ、自分もですねやっぱりその変身してですね日本に帰ってきたかったので、そこでその体を大きくする筋肉増強剤ですね、それを使ったという、それがきっかけですね。目の前になければですね、その筋肉増強剤と合うことがなければ使ってはいなかったと思うんですけども、やっぱりその海外はですねありましたね。まあ、自分が行ったのはそのイギリスだったんですけども、イギリスの、これも前に行ったんですけどね、ステロイドの会で行ってるんですけど、イギリスのワールドジムですね、リバプール、そこで、まあ噂というか、まあ、多分全員その会員さんですかね、まあ、にこう言ってるんだと思うんですよね、まあ、オーナーがステロイドが必要であれば売ってくれるよと、まあ、それを聞いて本当かなと思ってですね、まあ、そのオーナー、大体昼前ぐらいに来るんですけども、そのオーナーが来た時に自分が行ってみたんですね。そしたら本当にいいですね、言ってくれて、もう普通にロッカールームにこう連れて行かれて、それでこうロッカーをガチャッと開けたらいっぱい入ってるんですね。のでそれで、何回分欲しいかとか、まあ、注射器は何本欲しいか、そんな感じでこう
大体その時は2ヶ月分ですね、大体ですけど2ヶ月分、購入しました。ものすごく安かったと思います。本当に安かったですね。それで始めるんですけど、本当に海外凱旋帰国をする帰るですね、1ヶ月、最後の1ヶ月ですか、最後の1ヶ月だけ、の使用をしようということで、それでこう使ったんですけども、薬の威力はですね絶大で、今まで上がんなかったその重量はですね、本当1日2日で上がるようになって、どんどんこう重量が伸びていってですね、トレーニングをするのが楽しくなってきました。本当に上がらないものがこんなに簡単に上がるんだなと。のでイコールその薬もですねやめられなくなってですね、もう1ヶ月分追加して買った記憶があります。そうなんですけども、薬は結局そのずっと長く続けていくと副作用ですね、というものがこう出てきますので、自分の場合は体にこう湿疹がこう出てきて、ちょうど1ヶ月半ぐらいですかね、1ヶ月半ぐらいになったら途端にこうバーッとこう出てきてですね、最初使った時は1回使えばですね、1回使って筋肉がこう出来上がれば、その薬をやめてもずっとその筋肉が維持できるもんだと思って、それで1回だけだったらいいかみたいな感じでこう使ったんですけども、結局やめるとすぐしぼんでいきますね。本当になんかっていうぐらいですね、こう体がこうどんどんこう小さくなってきて、力もですね徐々に、当たり前なんですけど筋肉が落ちると力も落ちてしまいますので、それで湿疹ができて、で、あとはその筋力がですね、こうあまりにも筋力がこう急激に発達したがために、格闘技の練習やってる時に骨がですねもう筋力ついていけなくて折れてしまった。それで、自分の体には合わないんだなっていうことでこうやめたんですけども、仮にもしもあのまんまですねずっと副作用が全く出なかったらまだ使っていたと思いますので、それで、使っている最中はやっぱりその薬を使ってその体を作ってるっていうことはやっぱり言いたくありませんので、おそらくその黙ってですね使ってませんと言いながらずっと使ってたと思いますね。人間の弱さというか、かっこ悪いことはやっぱり言いたくありませんので、そんな感じですね。逆に言えば自分は、副作用があってですねやめることができて良かったと思いますね。それ以上に、深刻なですねその副作用ですね、最終的にその心臓とかに来たりとかするっていう話もありますので、そうなる前、本当に2ヶ月ぐらいでその副作用が出てきてやめることになって良かったなというふうに思っています。話がですねだいぶステロイドの方に行ってしまったんですけども、ステロイドに関してはだいぶ前に撮ってますので、そっちの方見てください。ということで、そのブルース・リーのような肉体を作るためにそのステロイドをやったわけではないということですね。一応ここでステロイドの話は終わりにします。1973年、ハリウッドでデビューした、モヤドラゴンですね、ブルース・リーさんですね。その後ですね、そのシルベスター・スタローンとか、あとはそのアーノルド・シュワルツェネッガーで、ジャン・クロード・バンダム、ドルフ・ラングレンとかですね、みんなその、肉体を売りにする映画スターの元祖だったんじゃないかなと。いわゆるその裸を見せるそのアクション俳優ですね、肉体派俳優、なんですけども、ブルース・リーさんは、モヤドラゴンですね、最後になったんですけども、その後ももしも脱いでたら結構大変だったんじゃないかなと思いますね。やっぱりその裸の筋肉ですね、体をその維持をするのはもうものすごい大変なので、その後続いてたらもっと結構大変だったんじゃないかなと。でジャッキー・チェーンさんとか、あとはそのジェット・リーさんですね、は、ジャッキー・チェーンさん若い頃は結構脱いでたんで、それもブルース・リーさんの影響だったと思うんですけど、徐々に脱がなくなってきましたね。アクションでこう勝負というか、ジェット・リーさんもあんまり脱いだの見たことないですね。ので、2人はですね多分先輩をこう見て、先輩と同じことやったらダメだなと
自分たちは違うその個性、違う個性で打っていかなければということで、多分あまり脱がなかったんじゃないかなというふうに思います。多分、ブルース・リーさんの肉体はどのようにして作ったのか、ですね、本がですね一つあります。これ、だいぶ前にいただいた本なんですけども、ジークンドーブルース・リーの格闘哲学書ですね。この中に結構ですねブルース・リーさんのトレーニング法が書かれていました。実際にやっていたですね、おそらくなんですけども、若い頃にですね、アメリカに渡ってですね、で最初は、カンフーですね、そのブルース・リーさんやって英春拳のトレーニングというかそれを教えてたらしいんですけども、そこでその外国人アメリカ人の人とですねたくさんこの交わることによって、おそらくですけどもアメリカ人の筋力ですね、体の力をこう目の当たりにして、これは筋力も鍛えないと太刀打ちできないなっていうふうにおそらくですねこう感じたと思うんですね。自分もやっぱりその外国人選手とですねその戦ってそれをすごく感じますので、それで、ウェイトトレーニングですねをこう取り入れたと。で徐々にこう体がこう変わっていきます。ブルース・リーさん若い頃からですね、もちろんカンフーのトレーニングもたくさんしてますね、シャドウボクシングからそのミット打ち、そして、サンドバッグ、あとは持久力のためにランニング、それから縄跳びですね、あとはそのすごくこれは不思議に思ったんですけど面白いなって、アイソメトリックトレーニングですね、こう体をこうグッとこう力を入れたままその静止をして、思いっきり力を入れて静止をして筋肉を鍛える、それも結構やっていたみたいです。6秒から12秒、あとはですね、特にそのお腹とあとはその前腕ですねをたくさん鍛えていたと。昔の写真で、ブルース・リーさんよくあるんですけども、体をくの字にしてこう足をこう上げてるこう運動、それからドラゴンフラッグっていうこういうふうにですねベンチの上にこう足だけ伸ばしてこう静止している写真なんかあります。本当にお腹のですね力、体全体なんですけどもすごい強かったんじゃないかなというふうに思います。あとはその前腕を鍛えて指立て伏せですね、こうやってその腕立て伏せをやってる写真も見ました。あとはこうやって片手でですね指立て伏せ2本でやってる写真も見ましたので、相当その握力というかこの指手の力ですね、この辺の力が強かったんじゃないかなと。でブルース・リーさんの体を見てるとですね、やっぱりその前腕がやたらと発達してますので、おそらくパンチの威力とかも相当強かったんじゃないかなというふうに思います。とにかくですねブルース・リーさんは実践をですねその考えていた人みたいですね。フルコンタクトの実践にその殴り合いする試合形式のですね試合、あんまりその中国憲法の間では当時アメリカではなかったらしい。他の流派の人たちはこう結構型を重視してこう教えて、その中でブルース・リーさんは実際そのフルコンタクトの指導をしていました。結構なんか嫌がられていたみたいですね。あとはその外国人にその中国憲法を教えるっていうのもなんかそのダメだったみたいですね。そういうのがあって、その他の流派と実戦で道場破りですね、実戦の戦いで押したらしいです。それで結構時間がですねかかってしまった。何分間か、相手が逃げてるっていうのもあるんですけども、何分間かかってしまった、結構手こずってしまったのがすごくショックで、そのためですね秒で終わらせる戦いを追求し始めたらしいです。この本にですねちょうどそのブルース・リーさんの個人的ワークアウトプログラムが書いてあります。ウエイトトレーニングですね、お腹と腰と柔軟は毎日やると、毎日です。そしてウェイトトレーニングは下目動ですね、1日おきに全身を鍛えてます。各、多いので4セットで、少ないので2セットですね。で、回数は6回8回そして12回というふうにこう分けています。
そして、月水金ですね。月水金、あのウェットトレーニングやらない日はランニングですね。ランニング6マイルってなってます。だいたい1時間ぐらいは走ったんじゃないかなと。あとはそのパンチですね、パンチのトレーニング、素振りと、ミッド打ちとサンドバック打ち、いろんな種類のパンチを2時間。これもですね、なんで2時間かっていうと、ここにあのブルース・リーさんの手帳の日記ですね、日記のその写しがあってですね、まあ、ここで午前と午後に分けてパンチ1時間ずつやってるんですので、すごいなと実際に。そして、ウェイトトレーニングをする火木土ですねは、ランニングの代わりに自転車と縄跳びですね。これも多分ですけども1時間やってるとすれば自転車30分の縄跳び30分じゃないかなと。縄跳びをその飛んでる写真も見ましたし、あとは室内用のですね、自転車を漕いでる写真も見たことあります。おそらく1時間30分ずつかなと。あとはウェイトトレーニング、そして、カーモクドはキックですね。キック、これを午前と午後で1時間ずつで2時間やってますね。すごいです。ちゃんとここにこうメモされています。で、まあ、もちろんなんですけども、日曜日だけはオフということで、もう完璧にこれは本当ストイックだなと思いますね。そのブルース・リーさんのですね、肉体を見るためには映画が残っていますので、映画を見てみてください。肉体の遍歴ですね、ブルース・リーさんの肉体の遍歴、シアトル、若い頃はシアトルで道場経営をしていますので、まあ、この時はですね、一番その体を鍛える時間があったのではないかなと。ただその頃の写真を見ると結構スラッとしてですね、そんなにこう筋肉がある風には見えません。で、その多分なんですけど、ウエイトトレーニングする前のですね、写真ですか、がこうあって、あとはそのウエイトトレーニングやってる最中の写真とですね、こう多分数ヶ月経った後の写真とその前の写真、同じポーズをとって、こう手をこう下げてですね、こう全身の前と後ろを撮ってるんですけども、やっぱりそのウエイトトレーニングを始めてから徐々にこう体が変わってきていました。そして1971年、31歳ですね、ドラゴン危機一発、香港映画デビューですが、大人になってからですね、まあ、ここで、初めてですね、そのブルース・リーさん、ドラゴン危機一発で脱ぐんですけども、これおそらく本人が脱ぎたいと、脱いだ方が効果的だというふうな、で体にも自信がありましたので、脱いだ方が効果的なので、どうにかしてその脱げないかな。で、まあ、この映画の中では敵役がですね、ナイフをこう使って、でリーさんの、服をですね、こうザクザクこう切っていくんですね、戦ってる最中に。で、最終的にこんな半分も切れてブラブラぶら下がってますから、自分でこうやって脱いで、それでこう体がこう出てくるという演出でした。ただ、大成功だなと思いますね。本当に自然にそのナイフで切れて、それをこう取ったらかっこいい筋肉が出てくると、大成功ですね。もうすごい人気が一気にこうバッとこう来たらしいですね、31歳。そして翌年ですね、72年、32歳になりました。ドラゴン怒りの鉄拳ですね。これは、時期的には、ちょっとこう 寒くなる頃なんですかね。なんかそのカンフー着も着てますし、ただ、道場破りをしに行く時に、今回はですね、大人数にこう囲まれてる時に自分から脱いで裸になってこう体を見せる、おそらく威嚇ですね。体を見せてすごい体が出てきたので、大人数の前で出してこう威嚇をするために裸になったという、演出かなというふうに、まあ、どちらにしてもその裸を見せたかった、でお客さんも裸が見たかったということで、脱いだ瞬間これだ、やっと出してくれたかっていう、そのなんか気分になります。最後の戦いの時は途中でやっぱりその動きづらくなるんで、もうバッとこう脱いでですね、それでまあ裸、最終的にまた裸になるんですけど、ドラゴン怒りの鉄拳ですね、明らかに危機一髪の時よりもですね、少しですね、体がなんとなくなんですけども大きくなったような気がしました。そして同じ年ですね、すごい映画撮ってますね、72年、ドラゴンへの道ですね、3本目です。
この時の体がですね、まあ、自分は一番好きなあのブルース・リーさんの筋肉ですね、まあ、一番理想的だなと。ちょうどこう、膨らみもありながら少しこうドラゴン危機一髪の時よりも若干そのカットが出てきた。おそらく食生活をちょっと変えたのか、もしくは、撮影が忙しくなったので痩せちょっとこう脂肪が燃えたのか分かんないですけども、とにかくその一段とその締まってですね、ちょっとこうカットが出てきて、でコンディションもですね、この映画の時が一番いいような気がします。あの実際のですね、最後の敵のチャック・ノリスさん、空手のチャンピオンなので、その実際のその実際の空手のチャンピオンとこう互角に、まあ、映画の中なんですけども互角に、あの動きを見ても本当に引けを取らないというか、まあ、ちょっとブルース・リーさんの方が早いんじゃないかなっていうぐらいその、いい試合をしていました。自分があの個人的に一番好きなブルース・リーさんの体です。そしてその次はですね、1973年、翌年に燃えよドラゴン、これ最後の、映画になるんですけども、33歳です。これが一応この順番的にはこうなるんですけども、実はその後に公開されている死亡遊戯ですね、一番最後のその映像と言われている映画と言われている死亡遊戯が、実はこのドラゴンへの道と燃えよドラゴンの間に撮影をしていたらしいです。で髪型とかを見ても、あの本当にあのドラゴンへの道がちょっと伸びて、で、燃えよドラゴンほど伸びてないぐらいの髪型なので、まさしくその時期だなと。ドラゴンへの道終わってすぐにその格闘シーンを撮ってしまったという形で、ただ一つですね、謎があるんですけども、この戦いですね、死亡遊戯の戦いの時はこう黄色い、つなぎの服、トラックスーツっていうらしいんですけども、その黄色いそのつなぎを着てその戦いをしてるんですね。なんでかな、あんだけそのあんなに裸をになることにこだわっていた人が、この試合あの映像だけですね、こうトラックスーツ黄色い服を着てで試合あの戦っていると。で、まあ、一説によるとですね、少しあの病気をしたと。で痩せてしまったので急遽そのトラックスーツを着て撮影したっていう話もありますね。でまあ多分ですけども、その頃の写真だと思うんですけども、ひげを生やしてですね、ちょっとそのドラゴンへの道の時よりも痩せたブルース・リーさんの、なぜかその写真があって、髪型もですね、死亡遊戯ほど伸びていない、だけどもドラゴンへの道よりもちょっと長めの写真がありますので、もしかしたら実際本当に病気をしたのかな、病気をしてそのひげを生やしてたのかな。ですけども、復帰してすぐにその裸で写真撮るってすごいなと思いますね。まあ、痩せた体を見てみたかったのか分かんないですけど、まあ、あのとにかくその、ドラゴンへの道の時よりもは一回りというか、もうちょっと若干その脂肪がですね、もう本当にだいぶこうなくなった写真があります。そしてそのまま、ハリウッドの「モヨドラゴン」ですねのお話が来て、そのままモヨドラゴンの方にこう移行していくんだと思うんですね。で「モヨドラゴン」の時はですね、ブルース・リーさんおそらく日焼けしたと思いますね。あの色が黒いです。なんでかな、あの、まあ、ボディービルダーの人も結構日焼けをしてカットをこう出すんですけども、まあ、痩せた体を隠すためなのか、もしくはまあ痩せたというか、まあカットを出すために、ドラゴン危機一髪、怒りの鉄拳、ドラゴンへの道、どんどんこう脂肪が落ちてきましたので、おそらくですけども食生活をだいぶそれこそストイックにしてたんじゃないかなというふうに思いますね。まあまず立て続けに映画撮ったんで、ちょっとこう風邪ひいて休んで、まあ、日が生やして、でそのまま死亡遊戯撮ってたら、もうドラゴンの話が来て、でそのまま出ると。でちょっとその体をよく見せるために日焼けをしたと。なんとなくですけども、そんな感じじゃないかなって、まあ本当憶測なんですけどもっていうふうに思います。そうですね、あの1971年、31歳から73年の33歳、たった2年間の活動なんですけども、
ものすごく働いたんじゃないかなというふうに思いました。あのこれを見ると、映画としてはもう4本と半分ですね、4本半。まあ、とにかくその最後の模様ドラゴンですね、まあ、究極を出したかったんじゃないかなというふうに思います。いろんな要素が入ってますんで。ただまあどうなんですかね、まあ、そのままハリウッドに残ったのか、もしくは あんだけでもヒットしたらまた使われると思いますね。のでいろんなその映画が見れたんじゃないかなと、もうすごくそれを思うと ものすごく残念だなと思いますね。まあ、ただブルース・リーさんの気持ちをですね、やりたいことが出せるのはやっぱり香港映画の方がやっぱり良かったんじゃないかなというふうに思いますね。ハリウッド映画だとやっぱりそのカットされますので、いらないもので全部カットされるので、まあ、そういった部分もあってやっぱり、香港で撮るの方が、ブルース・リーさんの本当のこう伝えたいことが、たくさん見れたんじゃないかと、ちょっとすごい残念ですね。まあ、先ほども言ったんですけども、その徐々にその映画で見せていた肉体の徐々にですね、こう脂肪がどんどんこう少なくなっていくと、で筋肉の浮き出方がこう良くなってくる。おそらくですけども食事だと思います。あの食事内容をですね、どんどんこうストイックにしていったんじゃないかなと。そして、まあ、ブルース・リーさんの食事ですね、食事のサンプルが見つかりました。朝ですね、朝はこれ、まあ、ある一日の食事らしいんですが、朝はシリアルにナッツ、それにドライフルーツ、まあ、牛乳かけてプラスオレンジジュースかお茶を飲んでいたみたいです。エネルギーですね、シリアルとかドライフルーツからこうエネルギーをとって、まあ、理想的な朝食だなと。そしてお昼なんですけども、お昼、朝ご飯とお昼ご飯の間に間食をとってます。プロテインドリンクですね、プロテインパウダーに卵、バナナ、ピーナッツバター、あとは、人参エキスとかですね、そういったものをこう混ぜて、それをこう朝と昼の間に1回飲むと。そしてお昼はタンパク質、まあ、肉魚と野菜とご飯、ライスですね、それにお茶です。まあ、これも本当に理想的な。そして昼と夜の間にですね、もう一回先ほどと同じプロテインドリンクを摂取ですね。そして夜は、パスタ、サラダ、パスタとサラダ、何パスタですかね、ミートソースか分かんないです、パスタとサラダか、肉かシーフードに野菜とご飯というふうに書いてありました。まあ、いろいろバリエーションつけて、まあ、パスタの日もあれば肉の日もあれば、シーフード魚介の日もあるという形でこうバリエーションをつけてやっていたんじゃないかなというふうに思います。で、個人的に好きだったのはやっぱり中華料理だったらしいです。中でも豆腐と牛肉のオイスターソース炒め、これと同じなんですかね、が好きだったようです。ブルース・リーさんのダイエットをする上ですね、まあ、ルールがこう何個かあったらしいんですけども、一つ目が小麦製品を食べないですね。まあ、さっきパスタってあったんですけども、最終的にはそれも多分食べなくなったのかなというふうに思います。あとは、乳製品も食べない、まあ、牛乳とかチーズとかその辺も多分もう抜いていったんでしょうね。そして3つ目はですね、少ない量をこう数回に分けて食べる、満腹にしないということで、もう本当に2時間おきにこうポンポンポンとこう5回ぐらいに分けて、これなんかもう完璧にそのボディビルですね、ボディビルダーのその食生活をこう参考にしていたと思われます。まあ、体作りの勉強ですねもしていたと。で、マッスル&フィットネスというその体作りのボディビルとかの本があるんですけども、雑誌があるんですけども、月に1回発行されてるんですけど、そのマッスル&フィットネスの定期購読の領収書がですね、ブルース・リーさんの部屋にあったということなので、おそらくそのボディビルのそういう食生活とかですね、まあ、トレーニングも含め、いろいろこうその本を見て、参考にしていたと思います。ブルース・リーさんですね、まあ、今から約40年以上前に、総合格闘技を模索していました。殴って蹴って投げて、決める
もしくは締めるですね、そういうその総合格闘技をこう模索して、総合格闘技界のこう父と言える人なんですけども、あの後にですね、ジークンドーというのはもともとその英春拳というその、中国憲法がこうベースになって作られて、まあ、打撃ベースなんですけども、どん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 その後に、まあ、この本にも書かれてるんですけども、組み技ですね、投げ組み技投げて、それであの固めるというところまでこう徐々に入っていっていましたので、後におそらくその組み技も入ってきた場合にはこう体型もですね、こうちょっとこう打撃体型からその組み技も入って、そういう体型に変わってきたんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、そのまあ総合格闘技用のブルース・リーさんのですね、肉体もですね、ちょっと見てみたいなというふうに思いました。そうですね、まあ、自分の肉体を鍛えるきっかけを作ってくれた人、ブルース・リーさんですね。あの本当に生まれて出会って、まあ、実際には出会ったんですけども、映画からですね、知り合えて、まあ、その後の自分の人生もですね、それによってだいぶこう動いていきましたので、まあ、プロレス同様ですか、プロレス同様、本当に感謝しています。以上です。今回はブルース・リーさんの肉体についてお話ししました。ご視聴ありがとうございます。